完璧に無駄だよ、あれ。むちゃくちゃ遠くまで来てしまった。伸びる。釣りしてる人いますよ、多分。で、喉がね、あのね、カラッカラ、あの、乾燥しすぎて、カラッカラ。めっちゃ乾燥してる。何これ、ちょっとやばいものがあるぞ。え、ちょっとやばい、これやばいな、完全にやばいぞ。これやばいもの書いてある。忠告、この第二四つ木橋は夜な夜なホームレスさんの死んだ首吊りが10日霊幽霊となり亡霊となってさまよっていることでしょう。あなたは知っていますか。ホンダ何合宿、警察署員20人くらいいたの見ましたよ。幽霊はまだですがね。幽霊や亡霊はいると思います。あなたは思いませんか。首吊ってん？これ首吊ってて首が間違ってんだよな、これ完全にな。これ書いてるやつはバカだろ。あの、偏差値35の高卒でもわかるぞ。首これ違うぞ。これ漢字間違ってるからな。道理でなんか、何これと思って読めねえなと思った。死んだホームレスさん、いつもこの第二四つ木橋にボーレット、なんとか出てくださいね。そして成仏してください、合唱。バカじゃねえか、こいつ。とりあえずの、こいつが書いたのはバカだということは証明されましたね。確実に。で、ちなみに僕は幽霊は信じていません。幽霊は信じていません。最もこの、世の中で恐ろしいものは人間です。はい。間違いありません、これは。幽霊ではないです。人間です。あ、猫、や、あれ？野良猫ちゃん？野良猫ちゃん？うわ、すげえ、川すげえ。伸びるないか、伸びる。うわ、すげえ、いて。すげえ。こんなとこ行って初めて来たよ。なんだこれ、すごい干潟みたいになってる。はえ、これすげえ。あれか、自宅から、いや遠くはないんですよ、あれね。多分ね、あそこにあるのね、絶対ね、ホームレスさんのね、あれなんで。で、あっちの人はあれ、釣りですね。釣りしてる人がいます。あれ、ちょっとここら辺やばいんで、あの、帰りましょう。明らかに、あの、ね、猫の餌が明らかにあるんで、野良猫のを飼っているんだと思われますけども、それは、多分ここら辺にいるとおそらく、あの、俺を邪魔者扱いされるんで、俺は退散します。世の中で一番怖いのは人間です。霊ではありません。生きた人間です。これは間違いないです。